えー、皆さんんんんおはははようございますここにちはこんばんは、えー、先週はイースターでございました、えー、イエス様が口ない体でよみがえられてですね、えー、イエス様は多くの弟子たちの前に現れたんですよね、えー、40日にわたって現れて、まあ、地上でお過ごしになられて、えー、天に帰られると、まあ、聖書にはそう記されていますけれども えー、イエス様があの逮捕されてですね十字架刑と追い込まれていった時、えー、ほとんどの弟子たちは、まあ、逃げてしまったわけですよね。まあ、ペテロはイエス様を三度知らないと言ってねイエス様がおっしゃられた通りのことをしてしまって、まあ、彼も逃げてしまうわけですよね。でも復活のイエス様はですね,ですねあのイエス様の前に現れてもですねあの弟子たちが逃げたことを何か。 あのめめたりねねそういういい何も咎めないんですよ、ね、イエス様はねそしてあなた方に平和があるようにって言われたと、まあ、イエス様の寛大さというかこう底なしの愛というかまあそういうことを私は感じさせられますけどねあの「ルカ福音書」にはですねその復活後のイエス様が弟子たちにおっしゃった言葉があるんですよね今日はその御言葉を共にいいただいてですね。 また私が神様からいただいていることについてともにお分かちをさせていただければと思っておりますでは聖書を朗読いたします新約聖書ルカによる福音書の24章36節から49節まで新共同訳聖書で新約の161ページになります弟子たちに現れるというところを私がお読みいたしますこういうことを話しているとイエスご自身が 彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのかどうして心に疑いを起こすのか私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。 こう言って、イエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私について、モーセの立法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は、 必ず全て実現するこれこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことであるそしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた次のように書いてあるメシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活するまた罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。 エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる私は父が約束されたものをあなた方に送る高いところからの力に覆われるまでよ都にとどまっていなさいはい、えー、ここまでにいたします、えー、最初ですねこの36節にね、えー、こういうことを話しているとってありますよね、えー、これは週の初めの日 えーまあ、つまり日曜日ですね、まあ、イエス様が復活したことを話しているとっていう、まあ、そういう意味なんですね、えー。ルカの24章の一番最初の一節を見ていただくとですねあのイエス様のご遺体がある墓にねあのイエス様に仕えていた女性の弟子たちが紅葉、まあ、を持って出かけたということが記されていますところがイエス様のご遺体はこの時も墓から消えてないんですよね。 えー、そこに2人の天使が現れてですねあのイエス様は復活しましたよっていうことを告げるわけです。でこの女性の弟子たちはですねあのまあ驚いてですね、まあ、イエス様の,あの直弟子後に使徒となる11人の弟子ですね、えー、その他無名の弟子たちもいたようですけどあそのことを急いで知らせなくちゃいけないと、まあ、この彼らのところに駆けつけてですねそのことを話すわけです。 でもですね、この11人の人たち、またその他の弟子たちも、無名の弟子たちね、えー、このね、えっ、ー、と、11節に書いてますけどね、人、えー、たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。そう、彼女たちの言ったことがまあ嘘だって思ったわけですよ。で、あのー、この無名の弟子の中にね、クレオパっていう弟子がいたようなんですけど、 まあ彼はですねまあ弟子はもう辞めると身を引いてですねあのエルサレムから離れていったんですねまあ一心上の都合によりもう辞めますっていう感じですよねでもう一人ですね無名の弟子もあの一緒に辞めたとでこの二人の弟子がですねあのエルサレムから離れると ってていいうことがまあ書いているんですけどね、えー、イエス様が復活したとかって言ってるけどそんなことあるのかなとまあそういうことを話題にしながらこの2人はですねエマオっていう村に向かって歩いていたんですよ。そしたら復活のイエス様がですね、まあ、ご自身が誰であるのかわからないように現れてですねあのー、その2人にね聖書は「 あの十字架と復活のイエス様のことを証ししていたんだということを教えられたんですよね。まあそれでこの,あのエルサレムから離れたこの弟子を辞めた二人はね自分たちにこう語りかけておられるのはこうイエス様だっていうことが気がついていったわけです。すするとですね あの突然イエス様の姿が見えなくなったとまあそういうことをこのか書いてるんですけどねここにね、えー、この2人は驚いて、えー、ペテロたちのところに戻ってですねあの復活のイエス様が現れたよって一,一部始終自分の身に起こったことを話したわけ、えーまあ、今日の聖書歌手の直前にはそのことが書かれてるんですけどね、まあ、そういう経緯があって まあ今日のこのこ36節。につながっていくんですね36節こういうことを話していると。イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき、亡霊を見ているのだと思った。はいまあ、ここに亡霊ってありますけど、これ、プニューマって言葉ですね。まあ、神の霊とか、精霊とか。 えー、そういうことを表す時に使われる言葉なんです単語なんですけどねまあ弟子たちはあのー、この時ですねまあ神としてのイエス様という認識はないんですこの時ねうん幽霊のようななんかそんな存在が自分の目の前に現れたとまあそういうふうに感じて怖がっているわけですねで38節ですねそこでイエスは言われたなぜうろたえているのか どうして心に疑いを起こすのか私の手や足を見なさいまさしく私だ触ってよく見なさい亡霊には肉も骨もないがあなた方に見える通り私にはそれがあるこう言ってイエスは手と足をお見せになったはい、まあ、弟子たちはですね、まあ、とても信じがたいわけですよあの十字架で死なれたイエス様がね今目の前にいるわけです、まあ、この世の常識では ちょっと考えられないですよねあまりにかけ離れている常識とかけ離れているそういう状況が今目の前にあって弟子たちはうろたえているわけですでそこでイエス様はね弟子たちに言うんですよねこの39節ね「私の手や足を見なさいまさしく私だ触ってよく見なさい亡霊には肉も骨もないがあなた方に見える通り私にはそれがある」 まあ先週私たちにこう約束されている永遠の命というのはねあの私たちがこの地上で死んだらですよあの何か霊魂がねふわふわ浮いてその状態でこう何か永遠を生きるっていうかね天国に行くみたいなまあそういうことを聖書は言ってるんじゃないよということをお話したかと思うんです。聖書はね「口ない体へよみがえるんだ」ということを言うわけですね。 それが復活だそれがまた永遠の命なんだということを先週は言うわけです先週お話ししましたよね今日のここ39節はですね私たちが将来与えられる復活その口ない体というものが一体どういうものなのかということイエス様はそれをあの実際に教えておられるようなところなんだと思うんですねあのこの39節にね「触ってよく見なさい」ってありますよね 触れるんですよねまたこう次40節いくとですねイエス様はこの手と足をこうお見せになったってありますよねこれはですねあの十字架前のイエス様のお体がありますよね、うん、十字架で死ぬ前のイエス様のお体そして復活した後のイエス様のお体これは連続線上にある 体と言いますすかねねつなががりがあるんですよ、ね、前のイエス様と十字架前のイエス様と復活の後のイエス様の体というものはつながりがあるわけです。そのこことととを私たちに教えるところかと思うんですね、えー、先週はですね「あの第一コリント」の15章を読みましたけどもそこの御言葉によればですね「あのー、イエス様は復活の初歩だ」と「眠りについた人たちの初歩となられた」と。 うん、死者の中から復活したイエス様のことを「初歩」って、えー、そう表現していましたね。イエス・キリストを主と信じる私たちもねあの初歩のイエス様と同じような姿でよみがえるんですよ。つまり口ない体でねこの肉があって骨があってこの皮膚も内臓も今この持っているこの体がちゃんとあってまたそういう体のつながりの中で また復活の体が与えられていくっていくとうことですよね、うん、今と同じじゃないんだけれども今の体とつながりのある復活の体っていうまあそういうことですね。イエス様の復活のイエス様のお姿に将来の私たちのよみがえりの命の体のヒントが隠されているというかね見えてくるということなんだと思うんですね。えー、聖書を続けます。41節 彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているのでイエスはここに何か食べ物があるかと言われたそこで焼いた魚を一切れ差し出すとイエスはそれを取って彼らの前で食べられた、はい、まあ弟子たちはまだ信じられない様子でですね復活のイエス様は彼らが復活を信じられるようにねあの弟子たちの前で焼き魚食べられたんですよねあら私たちがこの地上で死んだ後ですよ ああ、蘇る時ですね復活の時多分ね食べたり飲んだりできるようですよねレ魂コンのようにふわ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 浮いて天国に行くみたいな理解だと <laughs>、うん、もう食べたり飲んだりねそんなこと多分できないんだと思うけどそうじゃないですよね復活の体で食べたり飲んだりできるようですね だってイエス様が復活の体の発砲だからね。発砲というのはその後に続くものがあるから発砲という表現をしているんですよ聖書はね。だから私たちも同じように復活すると。朽ちない体に蘇るととうことですねだからねこの私たち今持っているこの体と将来与えられる復活のその朽ちない体。うん、これはですね やはり連続線上にあるということを、えーまあ、こういうところからも、えー、理解することができるのかと思います朽ちる体の食べ物はですねその今私たちはね健康を維持するためにあの食べ物を、えー、食べたりしますよねだけど朽ちない体によみがえった時その時の食事はですね多分もうね健康のこととかねいろいろ考えなくても多分いいんだと思うんですね あ塩分控えめにしなくちゃいけないとかねあコレステロールがこれはちょっと高いなとか <laughs> カロリー控えめとかそういう何かあことを考えなくていいわけですよ、うん、ダイエットなんていうのも気にしなくて多分いいんだと思いますね多分神の国の食事はですねもう単純に美味しいそういう食事が楽しめるーただ食べれる美味しいっていうことに喜びがある まあそういううういいい楽しい時ななんだろうなっていうことをイエス様がこの魚を食べられてる様子からもね私そんなことを思わせられるんですねあのだからちょっと私楽しみなんですよねそのことはね、えー、復活のイエス様は弟子たちの目の前で口ない体で食事をしているまあそういう様子を実際にお見せになられました、えー、その後ですねまあここからが今日の話の まあ中心的なことですけどもとても大事なことをイエス様はお話ししだすんですよね、えー、44節から今日の中心的な内容ですねイエスは言われた私についてモーセの立法と預言者の書と詩篇に書いている事柄は必ず全て実現するこれこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことであるそしてイエスは聖書を悟らせるために 彼らの心の目を開いて言われた次のように書いてあるメシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活するまた罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられるとエル,サレムエルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる、はい、まあここでね、えー、44節イエスは言われた 私についてモーセの立法と預言者の書と紙篇に書いてある事柄は必ず全て実現するまあこう言われているのはねこれ旧約聖書のことですねイエス様のおられた時代はまだ新約聖書ありませんからねここにね立法と預言者の書と紙篇って書いてますねうんこれ旧約聖書のことですね当時はまだ旧約という言葉もないんですけどねだから聖書そのもの っていうそういう言いい言方ですねここ、えー、私この場でずっと言ってきましたけどね聖書はイエス様の福音を目標にしてねそこに向かって記されているということですこの視点はとても大事なことでですね、えー、こここの視点がちょっと狂ってしまうとですね聖書は誤った解釈がなされるようになりますイエス様の福音という視点でね聖書全体をね その神の御心に沿った形で、まあ、再解釈しようと、えーまあ、この新約の人たちはそういうことをやっていったわけですね、まあ、イエス様はこの弟子たちにそれをさせようと、まあ、働きかけられたわけです、えー、例えばですね旧約に最初の方に創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、神明記 並んで5つの書物がありますこれユダヤ教ではですね「トーラと呼ばれるんですねこの5つ。えーセ五書とかもとも呼ばれますけどね「立法」っていうカテゴリーに分類されるんですねこの5つの書がね。この「トーラと呼ばれるこの部分5つの書がですねまあユダヤ教徒にとってはまあユダヤ人にとってはも聖書の中でも一番大切にしなければならない書物なんですこの5つがね。 えー、この5つの書物を読んで神様はどのようなお方なのかってまあ多くのユダヤ人はその神認識を持つようになったわけですね。でイエス様はですね、まあ、今日はルカ福音書読んでますけども、まあ、ルカにはですねあの独自の有名な例え話ありますよね。えー、去年かなあ引用しましたけど「法湯息子の例え話」とかね。あののルカ15章の 宝刀息子のあの話に出てくるお父さんあれ神様のことですよねあのお父さんの姿それが実は天の父なる神様の本当のお姿なんだということイエス様はですね旧約聖書とのつながりを念頭に置いた上でですね教えておられるんですねイエス様はですね十字架にかかる前弟子たちと一緒にいた頃にですねまあそのことを教えてきましたよということを言うんです でこの、えー、44節のね後半のところにねこれこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことであるってねここにこう書いてますよね、えー、イエス様ご自身のこともすでに旧約聖書で言われていたことだとね、あのー、そのことがあ弟子たちはっきりわかるようにねイエス様はこの弟子たちと関わりを持つんですよね。でこの 大事なところ非常に大事なところねこの45節のところですねそしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われたとそう聖書を通して神様が私たち人間に悟らせようとしていることは何かそれが分かるようにねイエス様が弟子たちの心の目を開いたということですこれとても大事なことですね 今日のの中心でですすイエス様が私たちの目を開くんです、はい、神様が私たちの目を開いてくれないと聖書に記されていることの本当の意味は何なのかっていうことはわからないわけです。ユダヤ人たちはそのことがわからなかったわけです。だからね、あの、ユダヤ人たちはメシアが来るというのはローマ帝国の圧政から自分たちの国を解放してくれる。 そういう政治的なヒーローメシア力強い軍事力を持つまた経済的に繁栄をね私たちにもたらしてくれるそういうメシアがユダヤの国にやがてやってくるとそういうふうに思っていたわけですまあ今のユダヤ人たちもそう思っている人たちが多いわけですねユダヤ人たちは聖書からそのようなメシアが来ると思い込んでいたわけですまたイエス様の弟子たちの中にもね そう思い込んでいる弟子たちが何人もいたんですね、まあ、ユダもその一人だったと思いますねだからイエス様が自分の期待していたような政治的なメシアじゃなかったからだから裏切るわけですよ、うんあのー、復活のイエス様はね弟子たちに旧約聖書の御言葉からご自身のことをこう教えられるんですねそしてもっと 最も大事なな神様の御心の心ことをお話になられたそれが46節の括弧書きのところです次のように書いてあるここねメシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活するまた罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられるはいまあ次のように書いてあるってねまあこれあの今で言うね 旧約聖書の全体がこのことを言っているんだよっていうことですよ。うん、ここでね、イエス様はね、3つのことを言っているんですね。でまず1つ目はね、この太い括弧書きの最初のところ、メシアは苦しみを受けるっていうことです。そして2つ目はね、えー、このメシアは3日目に死者の中から復活するっていうこと。で、3つ目ね、 えー、罪の許しを得させる悔い改めがイエス・キリストの皆によってあらゆる国の人々に述べ伝えられるっていう、まあ、この3つのことをイエス様はおっしゃってるんですねこれが大事なことなんだというこというわけですイエス様に心の目が開かれるとですねこのお言葉から、えー、あなたたちはね旧約聖書に書かれてたことまた旧約時代の出来事その数々を 思いい起ここすだろううっていうこと、まあ、イエス様はそのことをおっしゃっているわけですね。あ皆さんこのね、格好書きのイエス様のお言葉を頂い,いてね、何か旧約聖書の見言葉、思い出すことありませんかね。えー、私、いくつも出てきますけどね。まあ、例えばですね、この1つ目のね、メシアは苦しみを受けると、旧約聖書から、はっと思いつくのは、 私はイザヤ書の53章の予言の章言言葉でしたね、えー、ご覧ください。旧約の1149ページ、イザヤ書53章の見言葉をですね、読みしますね。53章の一節から私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか乾いた地に埋もれた根から生え出た 若枝のようにこの人は主の前に育った見るべき面影もなく輝かしい風格も好ましい容姿もない彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っている彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していた彼が担ったのは私たちの病彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた 神の手にかかり、打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは、私たちのもきの,のためであり、彼が打ち砕かれたのは、私たちのとがのためであった。彼の受けた懲らしめによって、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって、私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて、 主は彼に負わせられた。区役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかったほふり。ほふり場にひかれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きの上に、彼が神の手にかかり、命ある者の力、 たたれたこと彼は不法を働かずその口に偽りもなかったのにその墓は神に逆らう者と共にされ止める者と共に葬られた病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ彼は自らを償いの捧げ者とした彼は子孫が末長く続くのを見る主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる 彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼,ら彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、 背むいた者の,のために取りなしをしたのはこの人であった、はいまあ、この人がイエス様だったということ旧約聖書に記されていたこの人が、うん、イエス・キリストだったということですねで2つ目、えー、メシアは3日目に死者の中から復活するまあこれ私ね、えー、見て思ったのはヨナ書なんか そんな風に思いましたねあのイエス様の、えー、復活を暗示する方、えー、余計だったんだと、えー、そんなことを思い,思いましたね。ヨナ書をご覧ください。旧約聖書の1446ページ、ヨナ書の2章からですね、えー、ヨナの救助というところを読みますね。2章一節から。さて、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。 ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神、主に祈りを捧げていった。苦難の中で、私が叫ぶと、主は答えてくださった。読みの底から助けを求めると、私の声を聞いてくださった。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。 私は思った。あなたの見舞いから追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。大水が私を覆って喉に達する。深淵に飲み込まれ、水草が頭に絡みつく。私は山々の元いまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし、我が神主よ、あなたは命を。 滅びの穴から引き上げてくださった生き耐えようとするとき、私は主の皆を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが、忠説を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、いけにえを捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。主が命じられると。 魚はヨナを陸地に吐き出した、はい、えー、ここまでですよね、えー、このヨナがね三日三晩魚の腹の中にいたでその後魚はねヨナを陸地に吐き出したと、まあ、イエス様が来られてね新約の時代になってイエス・キリストの福音を知った人たちはですねこの旧約聖書のヨナ書からイエス様の復活のことを思い起こしたわけですね。 えまた3つ目、えー、罪の許しを得させるための悔い改めがお、まあ、起こされると、まあ、イエス様はおっしゃったわけですけどねまあこれは旧約からあ皆さん何か思い起こすことあり,ありませんでしょうかね私はあの「ビ記なんかね例えば、まあ、ここあの読むの大変な聖書箇所ですけどね「いけにえの捧げ物の規定のところですね あの聖書を通読するときに多くの人たちが挫折する <laughs> そういうところですね、えー、あの旧約時代はですね罪の許しののためには動物の生贄を捧げなななけければならなかったわけですあのその捧げ方がねまあこと細かく決められていてですね聖書にそのことがこと細かく書かれているわけです。ここを読むときはですね、まあ、非常にしんどいわけですね。 えー、どうなったかなあの前の教会であのこれを読むとですねあの睡眠導入剤になるともうすぐ眠たくなると <laughs>、まあ、そういうところですね、えー、レビキのです、ね、4章、えー、お開きください「旧約聖書」の165ページですねここにですねその食材の捧げ物の規定について書かれているわけです、えー、4章の1節から読みますね「主はモーセに仰せになった」 イスラエルの人々に告げてこう言いいなさいこれは誤って主の戒めに違反し禁じられていることをしてそれを一つでも破った時の規定である。油注がれた妻子が罪を犯したために責めが民に及んだ場合には自分の犯した罪のために食材の捧げ物として無傷の若いお牛を主に捧げる。まず 牛を臨在の幕屋の入り口に引いていき、主の見前に立ち、その頭に手を置き、主の見前で牛をほふる。油注がれた妻子は、牛の血を取って臨在の幕屋に携えて入り、指を血に浸して、聖なる垂れ幕の前で主の見前に、七度、血を振りまく。次に、血を臨在の幕屋の中にある のの四隅の角に塗る残りの血は全部臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす捧げ物の祭壇のもといに流すその後捧げ物とする牛から脂肪を全部切り取る内臓を負っている脂肪内臓に付着するすべての脂肪2つの腎臓とそれに付着する腰の辺りの脂肪および腎臓とともに 切り取った肝臓の微女用を和解のささげ物の牛の場合と同じようにして切り取って焼き尽くすささげ物の祭壇で燃やして煙にするお牛の皮肉頭獅子内臓胃の中身はことごとく宿営の外の清い場所である焼却場に運び出し燃える焚き木の上で焼き捨てるこれは 焼焼却場で焼き捨てらられねばならないイスラエルの共同体全体が過ちを犯した場合そのことが回収の目にあらわにならなくても禁じられている主の戒めを一つでも破って攻めを負いその違反の罪に気付い,いた時はあもうこのぐらいにしましょうかね、えー、ずっとこれ同じようなことがずっと続いていくんです。 まあここにはね実は4種類の立場の人たちがねあの罪を犯した時のその罪の許しのための方法何をしなければならないのかまあそれは動物の生贄をさげるということですけどね、えー、そのことがねこと細かく決められている,いるわけですねまあ4種類の立場っていうのは今あの祭祀の,の場合のことを今私読みましたけどねこの次はね あの2番目は、ね、イスラエルの共同体全体が罪を犯した場合で3番目はです、ね、その共同体の代表者つまり上の立場に立つようなものが罪を犯した場合また4番目は、ね、あの一般の人が罪を犯した場合と、まあ、それぞれです、ね、立場に応じて、まあ、規定が書かれているわけですけど基本的には全部同じようなやり方で動物のいけにえを捧げるわけですよ。つまりあの 動物をの血を流してほふるわけですね、はい、命を取るわけです、まあ、その行いによって罪が許されるっていうことですね、まあ、この4章のね一番最後の、うん、35節をね見ていただくと奉納者は若いの捧げ物の羊から脂肪を切り取ったように脂肪を全部切り取るでこのあとね妻子はそれを祭壇で燃やして主に捧げるものに乗せ 燃やして煙にする祭司がこうして彼の犯した罪を贖う儀式を行うと彼の罪は許されるまあそういうふうに書いてますね。あのだからこの旧約のねこの生贄の捧げ物この罪の許しのための食材の捧げ物この神が定められたこの立法の規定に従って、えー、捧げ物をしたら動物の命を取って。 犠牲を捧げたたたららそしあなたの罪は許されま,すまあこの旧約聖書のこの御言葉ねもう読むのが非常に大変なこの御言葉これは実は後に来られる神の御子まだ神の子羊であるね、うん、罪なき子羊イエス様の十字架の犠牲の死でですね全ての人間の罪は完全にあがなわれるということ。 それが成し遂げられてるということをイエス様は弟子たちに教えられたわけです。うん、だから、まあ、今日のね見言も変えりますけどルカのね、えー、24章のこの47節見ていただければですね、えー、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、はい、イエス・キリストをですね罪を許す救い主なんだと。 そう信じることができればですねただそれだけで悔い改めこの神に立ち返るという意味での方向転換はねもう完了するんですからね悔い改め何度も何度もしなくちゃいけないっていうのは違いますからね悔い改めっていうのは一度限りでいいんですイエス様の方に向きを変えるんです罪の許しと永遠の命はですねその一度の方向転換で確かなものになるということだ それが悔い改めですね旧約時代の食材のためのこの動物の犠牲の行いはですねやがてイエス様が来られてその十字架によるね完全な罪の許しの出来事があるということの余計だったんですこれ型だったわけですよね将来それがあるよということを暗示するものだったわけです神様は動物の生贄にを捧げることを旧約の立法で命じられましたよ あの動物がね人間の罪のあがないのために身代わり,の身代わりとなってね動物の命を奪うわけ血を流して命を奪ってそしてその度に罪は人の罪はあがなわれたんですねはい人間はですねでもね罪の性質を持ち続けているのでね一度罪が許されてもですねまたすぐ罪を犯してしまうんだ だからそのために何度も何度も,もう毎日動物の生贄を捧げるっていうことがなされていたわけです。動物の生贄にの犠牲はね、一時的な罪の許ししかできなかったわけですね。だから不完全だったわけです。でもイエス様が来られて、このイエス様が十字架にかかってくださって、罪なき神の子羊がね、血を、尊い血を流して、その、 命をね捧げてくださってそして私たちの人間の完全な罪の許しが成し遂げられましたあのただ一度って私メッセージしたと思うんですけどねヘブライ書からねそう罪なき神の子羊のねイエス様の十字架の犠牲はねその罪のあがいのためのねもう究極的なこの生贄にはですねただ一度で この罪の罪いいは完了しているわけですだから何度も何度もね、あのに贄をささげなくちゃいけないみたいなことを言ってですね、あの悔い改めようと、悔い改めがまだ足りない、何度も何度も悔い改めよう、悔い改めようってやってるようなのはですね、それはキリスト教の本筋で、本筋の教えではありませんからね。あのヘブライ書にはね、こういう言葉がある。前もねヘブライ書 えー、メッセージさせてもらいましたけどねフブライショの7章ですね27節この方はこれイエス様のことねこの方は他の大祭司たちのようにまず自分の罪のため次に民の罪のために毎日いけにえを捧げる必要はありませんというのはこのいけにえはここただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからですはいそうなんですよ だから旧約聖書のね私たちがこう読むのも躊躇してしまうようなレビキの今読んだ御言葉ありましたよねあの食材のさげ物の規定ねこの規定も実はねこのイエス様を指さしていたんですただ一度の犠牲十字架の罪の贖いのためのイエス様のあの犠牲の死うん。 そここを指差していいたということうでありますえー、今日のね聖書箇所帰りますけどルカ福音書の24章この45節からがここ一番大事なところですねイエス様が一番大事にして教えられたところあまずね あの聖書を悟らせるためにイエス様が彼らの心の目を開くんですそして言われたと46節ね次のように書いてあるこれ旧約聖書には次のように書いてあるっていうことですメシアは苦しみを受け、はい、そして2番目3日目にシャンナから復活した、はい、そして3番目罪の許しを得させるための悔い改め、はい、それがあイエス様の皆によってあらゆる国の人々に述べ伝えられるんだよそう ここれが一番大事なことであります神様の側にね私たちの救いの根拠があるんですよねだからイエス様はねまず十字架のことメシアが苦しみを受けたということそして3日目に、えー、イエス様があ死者の中からよみがえられたということをまず言うわけそのイエス・キリストの十字架と復活この絶対的な出来事がねまず先立ってあるからですねだから私たち人間は罪の許しそして永遠の命がね 神からただ恵みとして与えられているということ。私たち人間の側にできることは、ただその恵みを受け取るだけですよ。黙ってただ受け取るしかできないんですね。その福音がね、あらゆる国の人々に述べ伝えられることになる。だからこの47節のね、後半で、このエルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの承認となる。そう。 あ,あなた方はこのイエス・キリストの福音を明かしする人になるということイエス様は予言的におっしゃるわけでまあ最後のところね49節、えー「私は父が約束されたものをあなた方に送る高いところからの力に覆われるまでは都に留まっていなさい」そうこれペンテコステの約束の精霊を注ぐっていうイエス様の約束ですよね。 その時まで、えー、都にとどまっていなさいと、まあ、イエス様はここにいた弟子たちに命じられたわけですよね、えー、実際に弟子たちはこのエルサリムにとどまって、えー、一つのところにいてねそして精霊が注がれるというあのペンテコステの出来事が、まあ、後にあるわけですねそして使徒行伝へとこの話が引き継がれていくわけですよねですからまあ私たちはですねイエス様からこの福音を ししすすするるる働きををことを、まあ、期待してて、ね、託されているわけですね、はい、ただねあの気をつけたいのはあのイエス様からそう命じられていることがですねあの何々ねばならないのね起きてのように、えー、何か思ってしまわれるとですねあのちょっとおかしなことを考える方々もいらっしゃってねそれをしなければねあの福音を明かしする伝道する。 そういう働きしなければあ救いが取り消されることになるとかねそうしなければ神に叱られることになるとか何かこう罰を与えられるとかね地獄に行くとかねあそういうことをイエス様はおっしゃっているわけじゃないですからね何々ねばならないというようなことをね救いの要件のようにして、えー、あれしなければならないこれしなければならないと何か立法主義になってね行いを強要するようなことをーイエス様が教えているわけではありません。 あそういうことを教える教会あるんだけどねそれは異なる福音ですそれは異なるイエスを教えている偽物のキリスト教会ですあのイエス様はね何々ねばならないってあ私たち人間が何か行いをしないと救われないなんてそんなこと一切言わないですからねうん。 あの救いの事柄とね何々ねばならないあの混同してですね何か行いを強要するようなことそういうことをね絶対にあの信じてはいけませんからねイエス様がおっしゃったことはもう、まあ、ヨハネの12章のねあの言葉ですよ私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はそのものを裁かないってそう裁かないってイエス様おっしゃってるわけ私は世を裁くためにではなく世を救うために来たんだってイエス様がそうおっしゃっていますからね 神様の関心はは私たちを裁くことにはないわけです、はい、でもね立法主義に陥った、ね、何か宗教っぽいこうキリスト教会はですねだからあのイエス様を十字架で殺した、ね、ファリサイ派の宗教家たちの様子を見てればよくわかりますよねあの人たちはですね熱心になるあまりに裁きのことばかりに関心が向くようになったんです。 でも神様の関心はそこではなくて救うことにあるわけです。ねえ、イエス様はもうじきじきにおっしゃってるじゃないですか。私は世を裁くためではなく救うために来たんだって。そう、神様の関心は私たちを救うことだけです。それだけですよ。今日の聖書箇所、復活後のイエス様が弟子たちに教えられた内容はですね、この救いのことについてなんですよ。聖書はイエス・キリストの福音を目指して、 私たちの救いを目指して書かれていたんだということ、イエス様がおっしゃってきたことの中心はですね、このメシアは苦しみを受ける、あーそして3日目に死者の中から復活する、そして罪の許しを得させるための悔い改めが、あ,あらゆるあ、その名によってあらゆる国の人々に述べさられると、十字架と復活のイエス様が罪を許して永遠の命を与えたんだ。この事実を このあなたたちのためになされた神様からの愛の出来事をねあなた方はただ受け取ればいいんだただそれだけなんだそれだけで救いはあなた方にとって確かなものになるんだとそのことを証ししてほしいということを神は願っておられるということですまあ後にパウロはイエス様がこの今日の四十章でおっしゃったね四十七節でおっしゃった 罪ののしを得させるためめ悔い改めってこのイエス様のお言葉をですねパウロは後にイエス・キリストを信じる信仰によって義とされるっていうそういう言葉で表現しましたねまあこれはイエス・キリストの真実において義とされるっていう意味でもあるっていうことまあ最近ずっとお話していますけどねこの神様の側から人間の側へと全く恵みとしての救いがね 与え,られる与えられているということに気が付かせるためにイエス様は弟子たたちのの目を開かれたのでありますイエス様は今も生きておられてね私たちの目も開いてくださるんですそしてこの聖書ですよ旧約39巻新約27巻合計66巻のこの書物がまとめられたこの聖書がねイエス様の福音を明かしているんだということイエス様に向かって書かれたんだということ そのことを教えてくださるんです私たちの心の目が曇っているとですねこの聖書の御言葉別の視点で読んでしまうことになるんです。ファリサイ派の宗教家たちはね人間の側が何をするべきなのかっていう視点で聖書を読んでいたんです。今私たちクリスチャンがね昔のファリサイ派の人たちのような視点で聖書を読んでしまうとその人が信じているものは異なる福音。 その人が信じてているるイイエエススは異なるイエスになにってしまいますだからイエス様が私たちの心の目をいつも開き続けてくださるようにということねそしていつも十字架と復活のイエス様を私たちがもう晴れた目でね見続けることができるようにということそのことをですね私たちは求めていかなくてはならないなということを思わせられるんですね。 えー、4月になりました新しい年度が始まりました、えー、今年も心の目がね、えー、開かれた中でね神が本当に心ここの目を開いてくださってですね、えー、そして霊の糧をですねイエス様の福音が記されたこの命のパンをですね、えー、ご一緒にいただいてですね神様に整えられて、えー、私たちそれぞれ、えー、使わされる場でですね 神の御心の技に励むことができるようにということを願ってですねご一緒に心を合わせてお祈りをしたいと思いますではお祈りをいたします救い主イエス・キリストの父なる神様あなたの皆を褒めたたえますあなたに賛美を捧げます復活のイエス様あなたが弟子たちの前に現れてくださってあなたは あ口ない体をお見せになられました「えー、触って、えー、見てみなさい」って、えー、イエス様あなたがおっしゃったあー弟子たちに復活の体が確かにあるということをあなたが教えられた様子を、えー、今日聖書を通して、えー、私たち共に分かち合ってきました「えー、あなたが復活の初歩となられたから」 イエス様あなたを救いにと信じることができている私たちにも、えー、その復活が約束されているということを、えー、感謝いたします、えー、あなたが初歩となってくださったことを本当にありがとうございます、えー、あなたが口ない体によみがえってくださって、えー、魚を美味しく食べられたように、えー、私たちも初歩のイエス様と同じように、えー、また恵みの中で、えー、復活の命を 生きることができますこと、えー、その希望の中に今生かされていることを感謝いたします、えー、復活の恵みが、えー、またイエス様あなたの十字架の犠牲による、えー、また罪の贖いがあってこそなのだということそのことも、えー、また同時に、えー、教えられて、えー、感謝いたします、えー、罪の赦しと永遠、えー、の命とイエス様あなたの福音を 私たちががしするることができるようにそれは決して強制されてでもなくいやいやながらでもなくまた誰かの顔を見て恐れながらでもなくあなたが与えられる恵みに本当に喜んでその福音の喜びに押し出されてなされるどうかよき技でありますようにお願いいたしますどうか用いてくださいますようお願いいたします今月からまた新たな年度が始まりました。 どうかこの教会に関わりのある、えー、全ての、えー、方々があどうぞイエス様あなたによっていつも心の目が開かれていますよ。あ一点の曇りもなく、えー、晴れた心の目で、えー、十字架と復活のイエス様あなたをどうか見上げていくことができるよ。 どうぞそして日々の生活をあなたと共に歩んでいくことができますようそしてどうぞ私たちの生活をどうか祝福してくださいますように心からお願いいたします今日の礼拝の時を感謝いたしますこの祈りを尊き救い主十字架と復活のイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメンはいありがとうございます えー、じゃあいつものように、えー、皆さんそれぞれ祈りの時をどうぞお待ちください、えー、心の目を、えー、いつも開かれるようにね、えー、ぜひイエス様にお願いしてください、えー、祈ってください、えー、後ほどあ祝祷させていただきますでは音声一時停止していただいて皆さん各自でどうぞうよろしくお願いいたしますではまた後ほどはい、えー、それでは祝祷させていただきます えー、神の御前に軽く神戸をたりいただいて、えー、どうぞ、祝とお受けください。祝祷ネガクは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。ネガクは主がガ、ミを持って、あなたを照らし、あなたを恵まれるように。ネガクは主がガ、ミをあなたに向け、あなたに平安を賜るように。青オギいイネガクは十字架と復活の救い主、イエス・キリストの御恵みと、父なる神様の 計り知れないご愛と精霊なる神様の親しきお交わりがこの教会の礼拝に集った皆様の上にそのご家族の上にまでとこしえに豊かにありますようにアーメンはいえー、ありがとうございました、えー、新年度がいよいよ始まりました、えー、皆様も少し環境が変わられた方も えー、いらっしゃるかもしれませんけれども、えー、どこにいてもですねどこに使わされてもイエス様は御霊としていつも変わることなく、えー、あなたと共にいてくださいます、えー、神様の良き力に囲まれてですね、えー、皆さんの日々の生活が守られるようにということをお祈りしております、えー、今日もありがとうございました失礼いたします